皆さんとお話ししすいません本当にいきなり9時15分になってね今まであんまりこんなね数字で配信したことはなかったんですけれどもまあね息抜き程度にというか息抜きをしないと勉強いけないじゃないですかキャッチフレーズ忘れてるじゃないですかということでキャッチフレーズやっていきますいきます福井県ではー カーに恐竜はいひゆかはいありがとうございます皆さんはいそういうそうなんです今私は絶賛テスト期間中でございますはいそうもう楽器待つだって今日今日は皆さんうるう年ですよめでたい4年に一度らしいですうるう年それがまさに 今日2月29日ねえレアですよね本当にそうそうそうなんですうるうドしですよ皆さんうるうドしうるうドしそう激レアだね4年にと激レアですよそうだからね 今日朝ねその見て「え今日ウルウドし」なんかね気づかなくってウルウドしって。で29日あるんだーと思ったんだけどおーえ普通ないのかと思ってそうテレビ朝つけたらウルウドしだと思ってそうやっぱりレアだからなんかトークテーマがレアなことみたいな感じでやっててみんなレアなことがいっぱいあったんですけどそう考えるとね私もレアなことがいっぱい レアな出来事人生でね起きているのでまあ実質私もウルードしかなって思うんですけど皆さんは今日何かレアなこととかありましたあそうね大谷選手もねおめでとうございますびっくり私もびっくりしたようん。 皆さん意外とないみたい今日起きたレアなことまあんもねそんな急にパーってレアなことが起きるわけないですから生きててねたまになんか意外と予測してない時にパッて来たりするからねレアなことはだから待ちましょうゆっくりと慌てずねうんまあ絶賛お仕事中の方もいらっしゃるみたいで頑張ってくださいうーん そう急に舞い込んできたりするからねパて普通の平日でしたいやでもさで、ね、いいじゃないですかもう普通が一番素晴らしいというか普通がいい良くないですかたまにでいいんですよいいことはうん普通に過ごせたら普通にいいです、うん、おハルコンのチケットだっておいいですね あ仕事終わりにちょうど配信見られたのがレアです。火打ちがギリラ配信したことがレア。ええー、嬉しい。よかった、レアで。<laughs> やっぱり私はレアな存在なんですかね。よかったですよ。そう、私もしようと思ってに。皆さんがね、急にパッて言ったのにこうやって見に来てくださってることが、まさにレアですよ。ありがとうございます。そう。ね。 まあそんなこんなで今日はウルードしということなんですけれどもいやーねー <laughs> 肉のさっきからねそうレアって言ったら肉のお話がよく来るんだけどね皆さんはどっちが好きですかレアかレアはあれなのかなちょっとなんかあれなのかな ね <laughs> 全然わかんないけどレアの方がお高いイメージなんだけどそうだよねまあレアっていうぐらいだからそうかおタピさんリーさんアッパさんハートもだるまもありがとうございますうんうんおひろさんもハートありがとうございますミディアムレアうま なるほどね。あ、やっぱり、レアとミディアムは、焼き加減の違いだよー、ですって。なるほど。レアの方がちょっとあれなのかな焼き加減が、何て言うのちょっと、弱いっていうのじゃなかったっけうわ、もうなんかもっと詳しくなりたいな。なんかや、肉は私はもうもちろん。まあ、レア。いや、ちょい焼きぐらいかなとか,なか言いたいんだけど。まだ全然。 お子様なので良さがねそうお皆さんハートもコンペともありがとうございますショウ君もハートありがとうございますあそうちょい生うううんうん、うんそうだよねへえ、そうそうなるほど最近そう友達とね全然話変わるんですけど 何か何が好きとか,なんか二択の問題を出し合っていて例えば「洋食と和食どっちが好き?」みたいな皆さんはどっちが好きですか二択「洋食か和食か」気になるこれ私はちょっとまだ言わないんですけどもう確定で決まってるんですわかるかな私の好きなの中華、えー、選択肢ににないのに中華も美味しいよねわかります 和食洋食和食和中華中華ちょこちょこ来るな和食和食意外と和食多いねやっぱりジャピーンですからジャパーンですからよく和食あ韓食韓国のってことかな美味しいよねでも韓国のご飯もラーメンサラダお ラーメンラーメン <laughs> なるほどなるほど意外と和食好きな方多いかもねえー、納豆ご飯美味しいですよねわかりますわかりますまあ実を言うと私ももちろん和食なんですよはい私も,も和食が大好きでそうなんか友達と話したのはその結構みんな別れてて洋食とか和食とか言ってるねでなんか外食に行くとするじゃないですか 外食って大体なんか結構レストランとかそういうなんかいろいろあると思うんですけど私意外とも普通に和食専門店専門店とていうか何て言うんだろうはいお店に行っても結構和食を頼むんですよ普通に例えばお魚だったりとかあと野菜炒めは和食なのかな、まあ、とかそっち系を選ぶんですけど友達は和食が好きなんだけどやっぱり外食に行くと 結構ハンバーグとかそういうのを選んじゃうっていう話になってまあでも分からなくはないかと思ってねそう皆さんはどう誰か分かるかな気持ち私は意外とねどこでも和食食べるのよまあでも食べないわけじゃないよ洋食も洋食も好きなんだけど結構やっぱ和食があると和食に惹かれちゃうなって感じです そう最近プラメとかでも話したんだけど和食とかお魚が好きでそう、まあ、福井はでもちろんお魚もはい有名なんですけどそうそうハンバーグは私おろしが好きなんですよ正解当てられてる正解ですそうおろしが好きでうん 高校の時はマックかかサイズばかりでしたいやでもねそうだと思いますよ私もねみんなで食べに行くとかなったらそこらへんになっちゃうなうんえお刺身か焼き魚ええー、私やっぱり焼き魚ですかねやっぱり焼き魚好きですね、うん、サンさんまとかも好きだしカレーとかも好きだしホッケも好きだしもちろんさも好きだ うんそうあ子供の頃は洋食派でしたけど大人になったら和食派になってましたいやでも私もそうかもしれない昔とかはもちろんオムライスとかハンバーグとかスパゲッティとかパスタとかさなんかそういうのに惹かれてたけどだんだんちょっと大人になってきたのかな分かんないけどそうでも うん、いつの間にかなんか和食の方に惹かれるようになってきた胃に優しいというかやっぱりちょっとなんか大人になったのかな大人とかちょっと私おばあちゃんになったのかな <laughs> そううんでもなんかやっぱりあるよね昔ちょっと苦手だったものが今好きになったりとか昔好きだったのに今ちょっとなんか「ん?」っていうやつとかあるよねあそうそれも話したの ママがが作るお料理でで何が好きっていう話もみんんなとしたんですよやっぱり私はね普通のお味噌汁とか卵焼きが好きで最近あの「おはよう」ポストを毎朝してるんですけどそこでねよく,よくたまによくたまにたまにかな「あのお母さん今日の朝はお母さんが作ってくれた卵焼きを食べて元気が出ました」とか書いてるんだよ。そうだからそういうなんか朝ごはんとか結構好きで。 うん、卵焼きとかお味噌汁とか好きなんですよ。あの組み合わせたもの最高ですね。<laughs> あと、あそう、卵焼きはしょっぱい派か甘い派かとかそういう話もしたんです。皆さんはどっちですか？私はちょっとまあはい皆さん教えてくださいよ。ちょっと私はな話したがりなので <laughs> 皆さんの聞いて。 甘め派、おお。甘め派、結構甘め派の方多い気もするんだよね。友達も結構甘め派多かった。え甘い派多いな。あれ。甘い派多い。ええー。ええー。結構甘めが好きな方も、まあ、塩派の方もいらっしゃいますし。 え、うちの地域黒糖入れるのよえどこですかどこですか <laughs> 個人情報になっちゃうかなえどこなんだろうどこの地方なんだろう黒糖えー、でも美味しそうどんな感じか食べてみたいうーん私はねあれなんですよしょっぱい派 そう塩派なんですよまあでも甘いのも好きだよでもやっぱりお店とかで食べる卵焼きは基本ちょっと甘かったりするじゃないですかそうだからあやっぱりお母さんとのねは違うなあと思ってまあでもね福井でも全然友達とかは甘めな派の子もいますしやっぱり人それぞれなのかななんて思ったりもしたんですけどそう私は塩派ですでも甘めも好きよ 卵いきが好きですで,卵が好きです、うんうん、でもおでんの卵は、ね、変なこだわりがあるんですけどおでんの卵は一回卵を割ってそれをそのおでんの汁につけて溶かして食べるのが好きなんですよ「誰かいないですか?」ちょっとこの私のちょっと誰か共感してくれたら嬉しいんですけどおひろさん なんだろうボンボリかなありがとうございますうんそうあでも分かるって方もいらっしゃる <laughs> よかったそうなんかちょっと柔らかくうんしたいんですよね美味しいよね からしはつけないですね辛いしからしかいじゃないですかそうでもつけたら大人っぽいよねか,からしもっていう感じでねお、みさんハート、コンペトひな祭りかな、ありがとうございますあ、さっき来てたのは目玉焼き、何かけますかって来てる目玉焼きはね私は醤油 かなうん醤油えでも目玉焼きめったに食べてない目玉焼きということで目玉焼きめったに食べてないです本当にえ本当に食べてないの2年二年とか1年食べてないかもへえー、皆さんはよく食べます目玉焼きなかなか食べない私 えー、食べたい目玉焼きも好きなんです。<laughs> 何でも好きなんだけど。えー、食べたい。醤油、醤油、胡椒、ケチャップ。お、ケチャップマヨネーズ。うわなるほど。ハムエッグ。ああ、いいですね。<laughs> いいですね。ハメイクいいですね。美味しそう。なんかジブリで、なんだっけな。ハウルだっけな。なんか目玉焼きを食べるシーンがあるのね。いやいただきますははううみたいな感じのシーンがあるんだけど、めっちゃなんかそれ思い出した今。超美味しそうなんですよ、あれ。なんか、いただきますラピュタか。 あれハウルでも食べてなかった気のせいなんか男の子が「なんか開きます!」って言うんってた,た気がするんだけどね目玉焼きじゃないっけあれ何だったでもさジブリに出てくるご飯って本当においしそうじゃんもう毎回なんか飯テロを食らってるのジブリ見るたびよだれおいしそうってなる ねあとあれあのさポニョかなポニョのなんかあったかいさ蜂蜜の蜂蜜の牛乳みたいなあれ何だったんだホットミルクみたいなやつかなそうなんかそれでさうーってさやってさなんだろうなんだろうあれ。 なんだったったけでもめっちゃなんかとろってしてて美味しそうだったのあれ飲みたいな、うん、ハムラーメンもねよねわかるわかります本当にわ、うん、かるわかるホットミルクはちみつがけかそれかねえ味しそう あうまいお腹がポニョりそうタイムリーなことでございますよえー、そうね私もちょっともうやっぱり冬ってさ食べ物が美味しいじゃないですかそれからもうつい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 食べちゃうのよ <laughs> あ牛乳買ってくるの忘れたお今の話で思いついたかな牛乳買ってきてねでも今は もう遅いから明日にしなさい <laughs> ね縄跳びしてるの最近してないですよもう終わりました縄跳び授業そうもうね学期末だから結構授業が終わっちゃっててもうテストして多分もうすぐ春休みかなそう今テスト期間でそうなんですもう終わるんですよあっという間 これ本当に卒業の時期ですねそう早い先輩方が卒業されますそうだアンレームのねゆうかちゃんも高校3年生だから卒業してたねうん早いゆうかちゃんも寂しいって言ってました、うん、春休みハッピーだよね課題少ないし確かに何か春休みって 例えば夏休みとか冬休みとかあるじゃないですかやっぱ春休みって休ませてくれますよね宿題とか確かにそんな出ないイメージうん3月3日は日喩祭りではなく惜しいですね比喩祭りではなくはいではなくひな祭り ひな祭り懐かしいなんかもう今日めっちゃ懐かしい思い出がパッと来るんですけど家にねそのひな壇があるんですけどひな壇って合ってるひな壇だよ、ね、な壇んかもう今ひな壇って言うとあのライブのね陸側とかのひな壇しか思い浮かばないんですけど合ってるひな壇でそうがあるんですよ家にそうだから昔はねちゃんと飾って やってたのよそうで昔は保育園の時とかはやっぱり行事ごとにそうやってなんか作ったりするのねそういうものそれでひな祭りはね紙コップとかでこの紙コップを逆さまにして上に紙つけて顔をつけてそれ体にしてみたいな,なんか「作ってた!」でなんかティッシュ箱でさこういう感じでなんかこの台をひな壇を作ってその上に紙コップ2つ載せて。 おだいりさまとおひなさーまってやってました懐かしいちょっと懐かしい思い出がそう皆さんはどうひなだありますか最近は出してないから見てないんだけどでもそうやって行事を楽しむのも大事ですよねうん 鼻がかいあこれだ見つけたん？これだちょ,ちょっとわかんないなよいしひな祭りにチラし寿司はね結構頻繁にというか食べてる気がしますねチラし寿司好きなんですよ美味しいよねチラし寿司美味しい うん、チラシ寿司 <laughs> ねえチラシ寿司おいしいよねあの上にかかってるさ黄色いなんかこんななんかあるじゃんあれなんなんだろうなん,なんて言うんだろう なんか、こんなやつ。なんていうんだろう。ひなあられ。<laughs> もう全部懐かしくなっちゃう。ひなあられ。昔。給食で出た。給食で出ましたよ。ひなあられなんて、毎年毎年出ましたよ。いつもね、こんな可愛いさ、いろんな。色がついててさ、ピンクとか白とか。ピンクとか白はちょっと甘め。で、ちょっとち。 緑,緑がちょっとなんか苦めお茶っぽい感じ茶色が醤油みたいな感じであったあったイワウありましたよ給食で出たようんそう出て食べてたな懐かしいそうやっぱ給食ってねなんか今なくなってさ やっぱり給食って良かったなぁなんても思ったりするのよ。お弁当ももちろんねお菓子の美味しいお弁当を食べてるので幸せなんですけどやっぱり給食ってねそういう行事の時にさひなわられだったりとか特別デザートだったりとかさなんかちょっとさえ今日ちょっとひなわられあるとか行事ごとの時ちょっとワクワクするよね。クリスマスとかもさケーキがなんか2種類とか出たりするんですよ。 なんかチョコと普通のやつとかでみんな「えどっちどっちどっち」みたいなやってたな懐かしい給食良かったよね給食いいよね特別だよねやっぱり学生の特権うんケーキ選んでたよ私どっちにしたっけなチョコがな <laughs> チョコにしてたかなそう給食にケーキ出たんですよそうやっぱりね いいね給食ってうんそう探り合う感じもね懐かしいのよ今とかだとさなんかやっぱりお互い大人だからさ「いや全然こっちでも」とかさなるんだけど「えっえっどっちえっョコいや一緒えっどうするどうするえっえっいいのいいのいいのえっいいのえっお願いお願い,お願い」みたいな,なんかねあったよねー 今あんななんかそんなさ純粋にえ「え直チョコがいいチョコがいい」みたいなないもんね今だったら私どうするんだろう今だったら私普通のノーマルな方を選ぶかなあショートでって言うかもそうねえそうじゃんけん始まるよね <laughs> 余るんだよね謎にね投げつもると例えば休んじゃったりしててさ え待ってえ謎に1個余ってないえてなってグーグーあげるよね集まってでみんな「え行く行くちょっと回り誘うのよねええ行った行く行った行く」って懐かしいそうで私ねそのあんまりその食べれないから全然そうだからそうデザートの時だけめっちゃ行ってた。 甘いもん大好きだからやばい来たと思って食べるのめっちゃ遅いのにねそう行っちゃったよねこうやってバーバーババってでさしあげじはいでも男子とかはさ絶対なんかじゃグーじゃきおいああ一回後ろ向くよねあれなにあれなにちょっと聞きたいんですけれどもなんか男子の方わかんないですよ 私が見た男性男子の方はなんかヘシュクヘシュクおいおいって感じでか後ろ向くのあれ何なんですかね一回なんか後ろ向くよね背中向けるよね一回ねあれなんであれはなんでなんか「うい!」っれな,なんでかなためが大事気合いの空回りか男のロマンかなのかななんか「うい!」いやちょっとみたいな感じでやるじゃん

で一回確認するの多いからね <laughs> あいこあいこあいこでしょちょっと待ってちょっと待ってあいこあいこ <laughs> 多いからそう分かんないから一回確認するの止めてはいはオ OK じゃんけんほえちょっと待っていやグーいるグーいるとかかここでさ例えばさ <laughs> あだじゃんけんいっぱいやっててね意外ともうパーチョキパーチキとかえやばい来たんじゃないって時に自分だけなんか あ、ごめん、ってなるよね。あの時の気まずさはどうすればいいんだろう。みんな、お前、え、きとんじれ、きとんじれ、え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 ってなってて、ごめん、グー、とかさ。あるじゃん。そう。あれ、気まずい、なんか申し訳なくなる。じゃんけん、はい、はい、はい。あ、ごめん、グググ、で。あ、グググ、ごめん、ごめん、ごめん。なんけん、はい、う、きもとじゃ、ね、きもとじゃね。あ、ごめん、チョキ。い,いえな。ね。 最初から懐かしいわかる最初から <laughs> 最初はグーじゃけど最初からあれ何だったんだろうねうんわかるでね決まんなかったらいやもういい分けけ分ける分ける半分半分,半分そっちで決めてそっちで2二人2二人2人で分けて分けてははいい,いしょいしょしょこれ懐かしくないですか「しょしょ」って言うよね アイコでちょっと省いたりするのよ「うっしゃうっしゃ <laughs> じゃんけんでさこんなに盛り上がれるって楽しくない?「くっしゃうっしゃ <laughs>」でどんどんさそのアイコがずっと続いたらさどんどん,なんか,わかんなんか笑えてくるわけ「うっゃ。<laughs> いやきまーみたいな感じでね <laughs> そういや面白い。 いや懐かしいうわ今そんなんやろっかな私お弁当じゃんけん <laughs> 多分みんな引いちゃうわあの子どうしたんやろうと思うと思うんだけどじゃんけんっていいねうわじゃんけんしたいなねえ給食じゃんけんやっぱり全国共通かねえめっちゃわかるうんそうあ,あいこと届きでね でやっぱりなんか皆さん何出します最初最初はグーじゃんけんほいんか一時期グーがやっぱりなんか出しちゃう感じしましたねなんか結構若い時ってみんな最初はグーじゃんけんほいでチョキを出すなんか習性があってちょっとじゃんけんに慣れてる子とかは最初はグーじゃんけんでもそのままええかったかったえもうなんか,かっこよかったよねあれねなんかちょっとね 僕もう中節かみましたよみたいな感じでね私悔しくってそっからなんかいろいろ「おいあいこれおい!」とか連続で出したりとかさあえてなんか変えずにやってたよねなんだろうねでも私も今なんかチョキ出しちゃうかも「このままでさ こ,こを置い」っていくのがさちょっとなんか抵抗あるんだよね。最初グけおいまあ、何でもいっかちょっといつか皆さんじゃんけんしてみましょう一緒に。<laughs> 握手会とかで「最初から言うおい次最初から言うおい!のおい」とかでもやりたいね最強になりたい私。あー心理戦もあったねあったあった。 最初えじゃあ私は、まあ、パー出しますえな何でそしえじゃあじゃあチョキ出しますあチョキねオッケーオッケーもう一回めっ <laughs> ちゃ心理戦始まるよねう <laughs> んあ,あれはチョキと言って私が多分グーを出すのを分かっててパーにしてくるかあえてパーにしてくるってことはここで私はチョキを出すいやでも分からないってらだは何ね考えるよね分かる心理戦もやったことありますよ うんねそれで負けるんだよね考えすぎて普通にあれなのにね心理戦弱そうだね私ねすぐ顔に出ちゃうのだからなんか考えてるととかなっちゃうんだよねそうちょっとなんかなんていうの なんて言うんだっけ表情変えない人。なんて言うんだっけになりたい。顔に出ない。パーです。私が出すのはパーです。ポーカーフェイス、それそれそれ。私ですかパーを出します。チョキですか でもダメかもしれないちょっと笑っちゃうなちょっとダメだなパーですかチョキですかダメ笑っちゃうな女優坂川出せばいけるよそうだね女優魂でこれからちょっとポーカーフェイス極めますはい <laughs> 10秒しか持たなさそうほ <laughs> んとに何か なんんか笑っちゃうんだよねなんか私笑っちゃいけないところで笑っちゃうっていうなんかもう本当に良くない癖を持っていてなんか昔ねお兄ちゃんにプリンを食べた人のみたいな,なんかそのあれじゃないですかやっぱり兄弟とかで「俺のプリンない!」みたいなこと言われて私本当に食べてなくって「いや食べてないよ」っていうことででもなんか私が疑われてね「ヒューガ食べてろ俺のプリン」って言われて「いや本当に食べてない」でなんか。 え本当は本当はとか言ってくるんですよお兄ちゃんが私は「いや本当に食べてない!」って笑っちゃうんですよそういう時に「いや本当は本当?本当」みたいなそしたら「はいはいヒーかはいヒーかかくて」とか言われてもやめて本当に食べてないから」みたいな本当に食べてなかったんですよ結局多分お母さんかな <laughs> ひどいお母さんも見てたはずなのにそうだからなんかそう私ちょっとね笑っちゃうんですよそういう時自分じゃないのに 本当に良くないうんお兄ちゃんの話出ると笑っちゃうねえお兄ちゃん元気ですかそう前ねそう家族でビデオ通話してそうお兄ちゃんも久々に会いましたね「元気か!」って言われてグーってやりましたそう最近ねあそう発見したのがここで「グー」ってやるとなんか吹き出して「グー」みたいなやつが出るので皆さん一回ビデオ通話してみてください。こっこっててててみてなんかかポーンって出てくるから びっくりした話最近の、はい。ということでまあもういろいろ話してしまいました懐かしいねやっぱり皆さんこれ楽しい恒例企画にしよう懐かしい話いやー面白いねえ皆さんまた話しましょうちょっともう最高な息抜きになりました。 やばいあっという間に五十一分い早いなんか今日時間経つの早いねってことで皆さんありがとうございますランキング読んでいこうと思いますいきましょう十三位ごめん先生ありがとうございますまた見てくださーい十二ナッカーさんアットマーク仕事終わりにひゆかちゃんを見られて幸せですありがとうございますまた見てくださーい続いて十一位きんさんアットマークおなんだアットマークなんだちょうきんさん 今変えてるのかななんだろうチョキンさん。アットマークなんだろう気になるけどまた教えてね。また見てください。続いて10位健太くんアットマーク大谷選手のご結婚相手は日向ちゃんではないのか私じゃないですよも私もびっくりしてえー、って言っても。 お母さんに大谷選手結婚したよって言ったらお母さんなんか信じなくて嘘だって言われてテレビつけたら本当よって言ってましたね <laughs> いやもうだから本当だって言ったんですけど私もでも本当に信じられなくてえええ,えみたいな結婚となりましたけど私じゃないですはいありがとうまた見てください九位圭新くんありがとうございますまた見てください八位田所さんありがとうございますまた見てください 7位ミカさんウルード詩レボリューションをそうだよウルード詩だよありがとうまた見てください続いて6位サブちゃんアットマーク最初はひひゆかえひひゆかイエース <laughs> ポンまた見てくださいありがとう5位島田和之さんありがとうございますまた見てください 続いて4位平さんありがとうございますまた見てくださーい続いて3位チョコミントさんアットマーク京都2日間に NNN、えー、言えないいいですよなんか私連れてってくれてたよねありがとうまた来てください私にも会いに来てください見てねー続いて2位コニタンさんありがとうございますまた見てください <laughs> そして1位は くん無音お仕事中って言ってたのにありがとう翔くんお仕事頑張ってね1位おめでとうまた見てください無音ありがとう1位ありがとうありがとう伝わる方無音だけどありがとうでは今日のラッキーカニカニいきましょう22位メロさんメロさんありがとうまた見てくださいさあもう一人の方いきますはい 40位リコッチありがとうございますまた見て…見てち…見てち <laughs> おめでとうラッキーカニカニですはいということで今日は皆さん急遽だったんですけれどもいや見に来てくださって皆さんありがとうございます嬉しいことやらでございますいや懐かしい話もしていやなんかもういいね 人生最高っていう感じでした本当にねありがとうございます、まあ本当に今日はレアなウルー年だったということで、まあ、こんなレアな日に大好きな皆さんとお話できて私は本当にレアですはいという感じで今日は早く寝ようと思います勉強してねではまた会いましょう 口なんかあるかなコンサート楽しみにしてください頑張ってます私も絶,絶賛を楽しみにしてくださいあとアンレイムのファンミもお待ちしてますあとニジバレもありますあといろいろありますはい <laughs> はい待ってますよ皆さん会いに来てくださいぜひではありがとうございましたまた あほねグッバイおやすみなさいお話し会も待ってるよ会いに来てねじゃんけんしましょうね <laughs> じゃんけんしましょうねうん。私じゃパー出しますはいパー出しますじゃあおやすみ <laughs> ありがとうございましたおやすみなさいありがとうゆっくり休んで。